ちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日から新シリーズ、グリーンウィズグッドコーヒーメイン水槽90センチリバーシブル水槽を立ち上げる、スタートします。ご存知じゃない方もいらっしゃるかと思うので、軽くご説明をさせていただきますと、私ですね、お引越しをいたしまして、このお引越し先、こちら静岡県の三島市になるんですけれども、こちらでなんとアクアリウムを楽しめる、落ち着いた雰囲気で美味しいコーヒーが飲める、カフェをオープンいたします。そこでですね、中央にドドンと置くメイン水槽、90センチ水槽、これね、皆さんに楽しんでいただきたいなと思ってね、この場所に設置して、水槽台も特注して、特注の動画はね、別で上がっておりますけれども、ぜひご覧ください。そういった形でね、皆さんに楽しんでもらえる、空間を作ろうということでね、この90センチ水槽、これを今まで使っていたものなんですけれども、こちらをね、S が運んでまいりまして、今日からなんと、こちらの水槽立ち上げ始めたいと思います。で、今回この90センチ水槽なんですが、システムはですね、今までは外部フィルターAHIME 2217を使って水槽ろ過をしておりましたけれども、今回は底面フィルターに変更いたします。店内に設置するので、よりシンプルに、あまり器具類をつけたくない、とにかくすっきりと見せたいっていうのと、あとは最近私が愛用しているブルカミアソイルでろ過をしたいっていうことを踏まえましてですね、今回は底面フィルタープラスブルカミアソイルの組み合わせで、初めてですけどね、90センチ水槽でやるのはね、やっていきたいと思います。ということで、それぞれに使うグッズはですね、もう発注済みでして、この改装中の店内にいろんなグッズが山盛りになりまして、足の踏み場もございません。店内の方の改装もですね、まだまだでして、こちらもね、実は自分で DIY をしております。はい、業者さんはね、もう最小限水道工事、電気工事、ガス、そういった専門的なもの以外はですね、全て、やり方がわからないのにもかかわらず、YouTube を見たり、いろんな道具を使ってみて、使えないなと思ったら新しいのを買って、そんな感じでですね、一歩一歩、作っております。とりあえずね、壁をもう全部塗り終えて、今週電気工事、水道工事が入るので、ぐっと進んでくるかなとは思うんですけれども、まずはね、私のこのカフェのコンセプトとなる水槽のある落ち着いた雰囲気でコーヒーを飲みたいっていうね、そのコンセプトに基づいて水槽を立ち上げなきゃいかんなということで、内装終わってませんけれども、水槽の方に着手していこうと思っております。こちら今ね、水槽の上に照明ついておりますけれども、これね、仮の照明なんですね。私がね、いつもね、お世話になっております親方まこっちゃんがですね、私が水槽を立ち上げる上で便利なようにですね、仮で作ってくれました。このカフェなんですけれども、この今から立ち上げる90センチ水槽の水景を楽しみながら、ゆっくりしていただくのはもちろんなんですけれども、私がセレクトした植物や、私が信頼している、メダカの生産者さんのアクアルークスのメダカを、展示販売したりでしたりとか、あとはメダカの初心者の方にも買いやすいような小型の水槽、私がレイアウトしたものを、展示してですね、もし欲しい方がいらっしゃったら、そのままお持ち帰りいただけるような形をとっていきたいと思っております。そちらのカフェの制作、カフェを DIY して作っている動画なども別で、編集アップしておりますので、そちらの方も引き続き楽しんでいただけたらなと思います。では早速作業に移りましょう。底面フィルターを10枚用意しております。これ底面フィルターの M サイズかな。はい、これをですね、どういう向きが一番いいのかな、考えながら、ちょっと仮に、置いてみましょうか。はい、10枚でぴったりですね。この感じでいいと思いますので、これでこのジョイントして固定していきたいと思います。
でですね、使うポンプがこちら JP700G ということで、これをね2機使います。これもちょっと広瀬さんと、相談をし、あ、広瀬さんに相談をしてですね、あまりこのポンプがから出るコードがいろんなところに出るの嫌だなと思って、今回もリバーシブル水槽、まあリバーシブルといっても結局360度楽しめるんですけど、まあ、こちら側もこちら側もお客様から楽しんでいただけるような水系にしたいので、極力とにかくコードだったりとかっていう器具類が見えないようにしたい、数を少なくしたいということで、これだったら2台でいけますよと計算していただいてですね、今回選んでいただきました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。今ここ、フィルターをさっきここ中央でくっつけちゃったんですけど、ポンプがちょっと干渉しちゃったので外しました。外してむしろ両サイドに底面フィルターをしっかりとフィットさせて、このポンプが2台並んで、なるべくこう中央にコンパクトに来るように設置をしております。いいですね、今んとこかなり順調です。まだ始まったばっかり。はい、で今回使うソイルはこちら、ブルカミアソイルの中でもアクアティックプランツソイルといって、水草の、栄養がこちらに配合されたシリーズになります。これをね8リットル4袋かな3袋か、用意しております。これをしっかりとね水槽の中に入れるんですけれども、これ自体が、もちろん水草の栄養にもなりますし、ここに無数のバクテリアがすでに吸着している状態になりますので、これ自体がろ過機能を持ちます。このソイルを通ったお水が底面フィルターからポンプを通ってろ過されて新しいきれいなお水になるというシステムでございます。はい、じゃあ一気にねここはね一気にいっちゃいましょう。でこの、ブルカミアソイルの特徴の大きな一つ、もちろんねその一番はそのバクテリアがもうすでに吸着していてろ過能力を持つってことなんですけど、さらにですね吸着力が非常に強いので、遊牧のアクなんかも、しっかりと吸着してくれます。なので遊牧のアク抜きをせずにそのまま打ち上げが可能となります。よいしょ、いきます、いっちゃいます。いけーいけー、気持ちいいね。よし、今16リットル入ったところです。一旦鳴らします。でこの先ほどもお話ししましたけれども、このソイル自体がですね、ろ過能力を持ちます。ここからお水がゆっくりとソイルを通過して底面フィルターからポンプを通してろ過されたお水が出るって形なんですけど、この厚さ4センチぐらいですね、この厚みっていうのはすごく重要で、この厚みのをゆっくりと通っていく過程でろ過が進みますので、まあ、最低限ねこのぐらいのソイルの厚みっていうのが必要になってきます。石と流木ね大量に素材がございますので、レイアウトじっくりやっていきたいと思います。Hey, I got a confession. Why you always look so good with bad hair? Why you always get everything that you ask for? Why I'm about the one that's bending over backwards trying to get attention? I already worked my ass off. Why does it always take time to make time? We just trying to take flight, fuck a passport. In my bag, I ain't even pack a bag yet. Always spend too much money at the airport. I swear giving no fucks if you care more. And all these girls talk around me like a scarecrow. We on a race to the money going barefoot. You think I'm about to take a water break? Hell no. Need a new balance, I'm sliding right out the Velcro. Treadmill and touchdown like a shell toe. I ain't living life in a cell phone. Shit move fast, better hold on tight till you let go. Hold out, we got more coming soon. You be paying close
attention like you're taking my advance. Tell them all hop in, you and your five friends. We ain't got shit to do, so let's get it poppin'. Couple functions in the city, we should go and pop in. If she ain't fucking with it, hit up my apartment. No, she ain't religious, but the body got sent. Only 5 minutes in, but you in my top ten. Yeah, this food for thought, it's a lot to digest. Better take your time with it, baby, it's a process. You know, every damn day, so full of distress. But if you feel good, I hope you're talking less. Cause when it comes down to it, we don't really got much. Just a little bit of faith and a little bit of love. Let's go.流木の組み上げが終わりました。まあ、こんな感じでございます。まずは A 面ですね。やっぱ A 面といえばやっぱり入り口入ってからの方がいいかなということで A 面こちらですね。で、B 面はキッチン側から見る形になります。まあ、植栽するとまたさらにねちょっと植物の種類とかを変えれば気持ち今よりかはA 面と B 面の違いっていうのは出てくるかなと思うんですけど、はい、今回はですね初めて90センチ水槽ではやりますかね。基本は大型ホース、ちょっと若干ねここの真ん中の流木が入ってあまりはっきりは出ないかなと思うんですけど、ベースは大型ホースで、バランス的には2対1って感じで、こっちの方にちょっとボリューム感を少し出してるイメージですかね。で、案外ねこの段階でもうすでにポンプがいい具合に隠れてくれているんで、まあ、植物を植えて育つとかなりさらに目立たなくなるんじゃないかなと思っております。で、リバーシブル水槽はまずねこう植栽スペースを確保するのが非常に難しいので、まあ、植物を植える、特にねこう着生系こういった流木にくっつけるタイプではなくてソイルにしっかりと植え込むタイプの植物のスペースっていうのを確保するのが難しいので、そこを考えながらレイアウトしてるんですけれども、そういった植物を植えるスペースに今からソイルを追加していきたいと思います。なのでベースまず8リットル2袋入っておりますけど、さらにこのアクアティックプランツソイルを追加していきます。はい、ということでベースの流木石レイアウト完成しました。完成完成。いや、なかなか楽しかったですね。久しぶりの90センチのレイアウトでございますけれども、どうでしょうか。一回濡らして絨毯だけ植栽して、でそっから水入れようかな、満水にしようかな、ということで、次回は、植栽編になりますので引き続きお楽しみにということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。かたまチャンネルを登録して90センチで水草レイアウト水槽を楽しもう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。